モルビエは牛乳から作るフランスのチーズである。フランシュコンテ地域圏のモルビエ村にちなんで名付けられた。身の色はアイボリーでかすかに弾力がある。チーズ断面の中央にはムミム臭の食用炭で作られた特徴的な水平の黒い層が見られる。表面は黄色っぽく湿っており、皮のような質感である。伝統的にはモルビエは 炭の層を境に朝絞りの牛乳と夜に残った牛乳の二層からなる。同地方のオークチーズであるコンテを作る農家では、一個のコンテを作るには、中途半端な量の牛乳が残ってしまうことがあった。そのような場合に、牛乳から作ったカードを型に押し入れ、夜間の虫除けのためにその上にすすを振りかけておいた。翌朝、新たに絞った牛乳のカードを足し、一個のモルビエを、 作ったという。近年のモルビエは、通常、牛乳の添加に時間差を置くようなことはなく、短粉も、もっぱら伝統的な形状を仇すために加えられる。奥の指定する地域は、フランシュコンテ地域圏のジュラ圏及び、ドゥー圏であるが、奥を持たないモルビエも市場には流通している。モルビエの香りは豊かで、クリーミーなものであるが、人によっては、好みが分かれることがある。 舌には軽い甘み、後味はかすかに苦味を伴う。ありがとうございます。